優しく歌っては、ノーマン・ギンベル作詞、チャールズ・フォックス作曲の1971年のポピュラーソングである。71年に19歳と若かった女性歌手のロリ・リーバーマンは、ギンベルとフォックスを紹介され、彼らによる曲の提供とマネージメントを任せる契約を結んだ。リーバーマンは、72年に、当時まだ無名だったドン・マクリーンが歌うエンプティー。 チェアーズという曲をロサンゼルスのクラブで聴いて感銘を受けキリングメソフトリーウィズヒズブルーズという詩を書いた。これをもとに作詞家のギンベルと作曲家のフォックスが曲に仕上げた。1972年8月にリリースされたリーバーマンのオリジナルはヒットしなかった。しかし飛行機の機内 BGM として採用されていたこの曲をロバータ・フラックが偶然聴いて 気に入って歌い、彼女のバージョンが大ヒットとなった。リリースアート4週間で全米1位。1973年2月24日から4週連続でビルボード誌第1位を達成し、さらに3月31日にはもう一度1位になった。ビルボード誌1973年年間ランキングは第8位。これにより、フラッグはグラミー賞で最優秀レコード。 最優秀楽曲、最優秀女性ボーカルの3部門を受賞した。1996年には、ヒップホップグループのフージーズが、キリングメソフトリーのタイトルでカバーし、グラミー賞の R&B パフォーマンス賞を受賞している。2002年の映画、アバウト・ア・ボーイでは、重要な場面で、主演のヒューグ・ラントをはじめ、ニコラス・ホルトとニコレットが歌うシーンがある。 日本では1974年に、南沙織と、尾崎清彦、ペドロカプリシャス、平山美希、広田美恵子、本田美奈子、稽古リーダーがカバーした。平井健は、ロバータ・フラック本人とデュエットをしている。ありがとうございます。